皆さんおはようございます。メンタルエステスクール代表の斉藤幸代です。今日10月17日土曜日の開運メッセージです。今日のメッセージはベールを脱ぐ、このベールというのはこうしなければいけない、こうならなきゃいけないっていうねばならぬというベールを自分で作ってませんか？このベールに縛られてるなと思った時、ねばならないに縛られてるなと思った時はこのベールを外していくっていうことをしてみましょう。勇気を持って一つ一つ外していくことがもっと自由にいろんなことができる自分になっていきます。今日のメッセージはベールを脱ぐでした。それではまた。